はい、どうも、せつの F ユースケおじさんです。今回はオロチクリスの対空シャッターストライクコンボを見ていきます。今回のオロチクリスは、大地に潜む豪華という超必殺技が追加されているんですが、それがコンボパーツとしてうまく機能するので、そこに、注目ですね。まずはノーゲージコンボから見ていきます。前へキャンセル、強月を詰め炎ですね。それと前へキャンセル、鏡を振る炎のジャックですね。続いてはノーゲージでの追撃からダメージを増やします。前へキャンセル、ジャック月を詰め炎をキャンセル、大地に潜む豪華ヒット後に追撃ですね。大地に潜む豪華の後は、もっとゲージを使えばダメージを増やしていきます。続いては同じコンボルートで同じゲージ消費なんだがですが、使う強さと違うっていうのをやっています。マックス版大地に潜む僕から、マックス版アンコロチナギなんですけど、あんまりダメージが変わらないので、どっちか好きな方を使えばいいと思います。続いては EX 鏡を振る炎を使った続きパターンを見ていきます。徐々にゲージ消費を上げていきます。続いては画面端でのコンボを見ていきます。ここで紹介する以外にもさまざまなルートがあるので、いろいろ試してみるといいと思います。ではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。では。